茂木町で開催されるデモンストレーション競技のトランポリンをこちらの体育館で体験してきます。では改めて競技の説明お願いします。はい、見えますか？お、何ですかこれ？トランポリン競技はこういう採点規則がありましてですね、まずは美しいこと、演技がとっても美しいこと、どれぐらい難しいのか、そしてどれぐらい高く飛べるのか、ジャンプをするところあっち行ったこっち行ったにならないようにできるだけ真ん中で飛べるようにという大きな4つの採点項目があります。じゃあ実際ちょっと見てみたいんですけれども、はい、こちら、あ、よろしいですか？もうそこです。あ、もう始めてくれた。うわ、すごい。すごいジャンプ力ですね。うわ、広がりましたよ。え、あ、大丈夫だった？これ、はい、ありがとうございます。拍手ですよ、今拍手ですよそうですね、ありがとうございます。なんかいろんな形を組み出しておりましたけど、前方向、後ろ方向、背中あったりお腹あったり、分かりました、はいはい、もうあの非日常的な運動ですので、体験していただいてですね、笑顔になっていただき、今以上の笑顔になっていただければ、今以上の笑顔が出るか、じゃあちょっと楽しみにしててください。行ってきます。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあ肩幅で飛んでみてください。そうです、はい、膝をポンと叩きます。膝をポンと、はい、よいしょっと持ち上げて、あ、上手です。こんな感じですか？ OK です。すいません。じゃあ次パージャンプ、足を開きます。え、ちょっと待って、あ、お上手です。バッチリです。ちょっとババアの膝裏がすごく伸びなかったっていう足をまっすぐ前に上げます。え、まずこれ届かない人がそれいけますかね？ちょっと柔軟性が必要ですよねそうですよね。あ、上手です。やった、すごい足も上がってます。本当ですか？はい、綺麗です。楽しい。もっと教えてください、はい、じゃあ次行ってみましょう、はい、次は横回転、1回転せーの、ほいしょ、上手、ほいしょ、ありがとうございます。上手です。前を見たまま足を少し前に出します。もし立てそうだったら1回で立ってみましょうか。足を前、あ、もうちょっと、もうちょっとちょっと待って、私今どこ向いてますか？ちょっと今ぐるんぐるんなっちゃいましたけど、行くぞ、よいしょ、よいしょ、おお、素晴らしい、できました。できた、嬉しい。お尻落ち、はい、おー、グー、パー、チョキ、一回ひねり、止まる、ちょっと難しいかなじゃあ行きます。お尻、立てなかった。お尻、もう一回立つ、はい、グー、立つ、パー、一回転、止まる、素晴らしいめっちゃ楽しい、やりにおいでよ、めっちゃ楽しい、ありがとうございました。ありがとうございました。普段と違うジャンプができるという、競技としては当然のごとく前に回転をしたり後ろに回転を何回できるかとか、そういうふうなことになりますので、またちょっと違いますけれども、とにかくやっぱり楽しいというのが一番の魅力だと思っていますが、茂木町では10月9日に国体が開催されるということで、国体の普及について今取り組んでいるところでございます。国体終了後も、まあ、町のスポーツとして、トランポリンを普及させたいと考えておりまして、年中から中学生まで参加できるようなトランポリン教室を考えておりますので、ぜひ皆さん参加していただきたいと考えております。